はい、皆さん、シークレット作品すごかったですよね。さすが OBOG の方々と言わんばかりのかっこよさでした。シークレット作品には社会人の方も多く参加してくださり、皆さんお忙しい中、合間を縫って任用のために準備をしてくださいました。任用に少しでも喜んでもらえるようにと演出のお二人がたくさん考えてくださり、ダンサーの方々がたくさん練習をしてくださいました。この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。はい、ではいよいよ最後がこの任用キックアウト最後の作品となります。任用が任用と一緒に任用みんなで踊る本当に最後の作品です。コロナで右も左もわからないまま始まり進んでいった任用の大学生活、初めはコロナが流行し始めたばかりで会うことすら懸念される時でした。そんな中でスムステに入ることを選び、そして今日までずっとスムステを愛し守りつなげてきてくれた任用がいよいよ最後のステージを披露します。私たち任用にとって任用はずっと2年生のような感覚で、まだまだ一緒に踊ってられるような気がしてしまいます。そんな任用がもう卒業していってしまうことがすごく寂しいです。任用がみんなで踊っている姿を見るのがこれが最後かと思うと名残惜しい気持ちもあります。ぜひ任用のたくさんの思いがこもったこの任用作品を皆様も一緒に盛り上げていただければと思います。さあ、任用の準備ができたようなので MC コメントを読ませていただきます。こんにちは、任用作品です。任用作品では私たち任用の代のこれまで作ってきた作品に加えて新しく任用で踊る最後の作品を披露します。任用の代は1年生の頃はコロナ禍でオンラインでの参加がほとんどでした。なかなか対面でのステージを経験することができなかった私たち、動画作品でしかお客さんに見せられなかった作品も対面で今日披露できることを嬉しく思います。毎回任用のみんなで集まって練習すると笑顔が絶えなくて、笑い声がスタジオいっぱいに響くぐらい大はしゃぎができて、任用の元気いっぱいで明るい雰囲気がとっても大好きでした。任用のみんなと踊る最後のステージ、思いっきりかましたいと思います。とっても素敵な映像とともに任用の魅力をいっぱいぶつけたいと思います。それでは踊っていただきましょう。任用作品です、どうぞ。あんなにフレッシュだった人形ももう60の代、どうやら今日はスムステ同窓会の日のようだ。
영광이 나를 만나는 내 기분 좋겠어.
into COVID-19 deaths during the pandemic. Fast,